下岬で寝て朝7時半、うん、9時から岬っていうさ、うんうん、ウニ丼の有名な店があるから、うん、もうそこに今ちょっと向かってるの。うわ、なんだこれ、面白そうなことしてる。2馬力だ、2馬力で出るんだ。いいな、すごいな。なんかすごいね、大根の人が、アウトドア何枚だね。いやー、ちょっとスケールが違う、うん。ローヤーと14人、さあ岬あと10分、朝9時で満車。朝8時半にはもう満車だったね、うん、ミスったな、名前書いといたらよかった、さっき来て。朝もあったのかな、気づかなかっただけで。ね、赤羽粉ウニと、うんうん、生ウニ丼セットでどう、うん、3600円の、うんうん、まだあった生ウニ丼セット、うんうん、ウニ丼きた、5400円のウニ丼、1ヶ月半限定の赤バフンウニ、すごい。これがバフンウニで、こちらが紫ウニ、これが紫ウニ、うん、で、耳がバフンウニ、色が全然違う、この2つ美味しそう。どう、やべえ、紫ウニ甘い、甘い、うまい、うまい、どっちが甘い、あ、そう、へえ、あ、だけど、うん、両方とも全然違う。あ、そうなんだ、臭み一切なし、はぁ、うん、すごくない、リシビから持ってくる間にダメになっちゃうからな、ここで取れてるからね、毎朝。何これ、ウニってこういうもんだ。そうらしい。その感触したんだけどさ、まだ覚えてるの。ほら、中身何にもないのにまだ覚えてる。もうなくなっちゃった？4個しかないの？おー、すごいね。美味しかった、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、食べちゃったよ。どうだった？指がさ、あれなんだ、黒いじゃん。指がさ、黒くなっちゃった。こんなん黒いとさ、ウニ食べま、ウニに夢中で。うまかったね。美味しかった。やばかった。
あの生きてるウニからあんな風に食べるの私初めてだった。あ、だからね、うん、動いてるウニから食べるの。だけどあのやっぱりさ、うん、この時期限定のさ、うん、エゾパフンウニ、うんうん、やっぱりうまいな。美味しかった。なんか味が濃かった。甘い、甘くて濃いね、うんうん、で3000円ぐらいの方の紫ウニ、うんうん、もう全く臭みがなくてクリーミーで美味しいんだけど、そうそうそう、バフンに食べちゃうと、うん、ポッてなるな。なんか味がちょっと薄く感じるっていうかね。もうエゾパフンにがすごい濃厚すぎて、ここはなんて言ったって鮮度が抜群だから、うんうん、あの毎朝さ、うん、漁に出て、うん、取れたてを朝こうから剥いて、うん、海水につけといて出してくれるんだけど、うんうん、これがができない、お店が開かないぐらいのレベルだから。そうなんだ。超新鮮、超超新鮮なんだね。超超新鮮で、そんなに大量にできないから、うんうん、あの20食限定だったでしょ、うんうん、今回両方食べたのに20食限定だった。そうだね、うん、やっぱ時期があんまりないんだろうね、うん、朝早く行かないとやっぱり限定食はもうあと4個とかだったから、うんうん、食べれないね。平日水曜日の朝、うん、8時にもう10台以上の車が並ぶっていうさ、しかも札幌から2時間かかるところ、ね、これ以外何もないんだもん、うん、すごいよね。すごいよ。感動です。いやレベルが違ったな、もう。うんでしょ。え、ウニってこういうものっていう感じ、本当に、ね、初めて食べたかもしれない。ずっと言ってることが分かったでしょ、うん。すごい水がきれい。ちょっと見えづらいかもしれませんが、あそこにウニ漁をしている漁師さんが、ここにもいて、あっちにもかな、そこの奥の方にも。こういうふうにウニを取るんだね。午前8時から午後5時まで。よし、5時で終わり。ここをずっと登っていくと。なんかすごいね。なんか最高の天気だよ。雲一つないよ。快晴。カムイ岬は女人禁制らしいよ。そうだよ。だから遠いよって言ったでしょ。ブルーです。And the one
ブルーが綺麗。15メーター先、念仏トンネル。そろそろ到着かな。ゴールだ。ゴールかな、そろそろ到着。先端行ってみようか。最先端、先っちょに。すごいな、綺麗だな、海も綺麗だし天気もいいし。黒平町に入りました。昨日京都シャコタンで過ごして、うん、ウニ丼食べて、カムイ岬でちょっと遊んで、今古平から古平まで来た今、うん、でこれから夜市の日課ウイスキーだって。すごい雰囲気がある。雰囲気ね。うん。昔ながらの。本当に駅前、駅の超真ん前なんだね。これ。ね、あれ空いたじゃん。バスになくなったら。甘エビだって一箱だってよ。いいですか。うおすげえな。すげえすげえすげえ、ちゃんと閉めてね。これ買ってくるんだね、みんな。4個で1万円だって。うわすごいな。すごい、すごいね。送れんのかな。これ遅れたら良くないか。ヘラガニとか、500円。鼻先まだちょっと小さいからだと思うけど、280円。ヘラガニと生きホタテ一袋500円。ホンビノスだね。ああでかいな、ここのホンビノス。レブンホッケ500円。わ魚もすごい。刺身用のつぶ貝、ホッキ貝、剥いたのもあるよ。サクラマス、これも美味しそうだな。え、マジ？いいよ。ヒラメも1枚、800円。すごいね、竹とば買ってこう。俺もタラトバもあるよ。あ、
ここら辺いいな。美味しそうな貝があったから買ってもう食べちゃうっていう。いただきます。ちょっと手で申し訳ない。テレビがあって結構いい感じ。とっても綺麗だし。綺麗だね、うん、冷蔵庫電子レンジついててガスもついてるでしょ、ね、でこの奥に洗濯機がついてるのちゃんと。で、なんか洗剤もつけてくれて、なんかこんなのつけてくれてる。洗剤もあるし、カゴのね。洗剤もあるし。でキッチンはこんな感じ。あ、ゴミ袋もつけてくれてて、あと、まあ、パン、あのフライパンとか全部生活、うわすごいじゃん。割り箸もちゃんとこんなに全部揃ってるね、うん、キッチンの、うん、でこの中は、あ、炊飯器とはコーヒー入れるコーヒーフィルターもあるね、ちゃんと。でお皿でトースターもある。すごいな、ね、上は収納。あ、上お茶碗とかだ。そうだね、ポップコーン。おお、すごい。ポップコーンついてた。さすがニセコ。すごいな。入り口入ってこ左側、ここにドライヤーとタオル置いといてくれてあるね。で、ベッドルームはここ。こっち側には荷物置きとハンガーかけれるところと、あとタンス。ベッドの下が全部収納になってる。長期滞在もできるようになってるね。
でこっち側がバスルーム、トイレで、あとは洗面所にシャワールーム。ちょっとここは至れり尽くせりがすごいな。何も持たずに着替えだけ持ってくれば生活できるレベル、全部が揃ってる。ここはすごいね。うん、ねえ、これがニセコで一番安い、まあ、パッと見た感じ一番安かったんだよね。でもこれからロフトクラブに行きます。こんなとこにやったんだね。ねえ、すごいじゃん。何これ、尻別感かな。すぐ横に川が、すぐ横だね。次できんじゃないの、うん、聞いてみよう。なんだろうこれ。トウモロコシ。ああそう、うん、朝どれのトウモロコシ。まだ全然伸びてないよ。久しぶりの肉、行こうか。どんなメニューがある？ジンギスカンを2人前頼んだのかな。うんうん、300で2170円。どんなもんか分かる。あとエゾシカ肉ちょっと食べたいね。 150g 1980円、うんうん、数量限定のレアな一品ですって書いてある、うんうん、チーズミックスピザ、ニセコポテトピザ、自家製生ヨーグルト、ワインリスト、ビール、サワー、ウイスキー、ハイボール、カクテル。来たよ、2人前。最高じゃない？すごくないこれ。最高じゃない？よく見るもんこれ、内側で。うわ、これをさ、この羊蹄山の景色を見ながら外でここで焼いて食べる、すごいな。すごいな。乾杯。焼いてみるよ、じゃあ。いい？うん。これどういう風に焼くんだって？うん、ミディアムレアでいいんだって。そうなん。うん。あとはお好みでって。美味しいラムって本当に美味しいもんね。時々ラムチョップでさ、美味しいのすごい美味しいじゃん。大好きなんだよな俺。どう？最高じゃない？鹿肉焼いてみるね。ミディアムレアでどうぞっていう鹿肉。エゾ鹿肉。本州の鹿肉とは違うらしい。前にさ、和歌山のさ民宿でジビエの鹿肉を一回食べた時にさ、めちゃくちゃうまかったんだよね。鹿ってこんなに美味しいんだと思って感動したことがあって、それ以来鹿に目がないんです。鹿は脂が少ないんだね。あんまり火がボーボーならないね。鹿肉も食べてみよう。鹿肉こちらタレにつけて、あ、うん、スパイスつけてるよね、胡椒で、うん、牛タンみたい。でも結構脂身がないね。うん、淡白な感じがする。美味しいよこれも。美味しいね。うん、これも最高。甘くなくていいな。シャルドネ、ノンアルコール。うん、シャルドネのノンアルコールピエールゼロブランド。ブランド、なんか美味しい水が飲めるところがあるみたいだから汲みに行く。ここに甘露水って書いてある。あ、これ、うん、これだ。これこれ、あったあった。お水さんありがとう。乾杯。わあ美味しい。ニセコ連山に降った雨や雪解け水が大自然のフィルターを通り、長い年月を経て流れ出る恵みの甘露水っていうことらしい。今日はじゃあこれでコーヒーを入れてみる？うん、すごいな。今週末ラリー選手権だって。これは石川選手と竹谷選手。はー、すごいね。すごい。わあ、そんなのあるの知らない。え、全日本選手権って言ってたよね、うん、
すごい。すごいね。うん。見たかったね。見たい。アンナプリにちょっと入ってみます。もう入り口からおしゃれなんですけど。ね。サロモンとか、そういうアウトドアブランド売ってたり。これじゃん、ここじゃん、コース。GR レーシング。なかったんだけどさ。ラリー選手権第7。すごい。うわー。Take my time, 'cause I don't really want.